はようございます。私は呉羽徳丸教室のお世話係をさせていただいてます佐々木よしみでございます。どうぞよろしくお願いいたします。令和4年の6月に会をスタートいたしました。場所は呉羽会館で、朝の10時から11時までしています。参加者は平均8名で、そのうち男性がお二人です。昨今の世の中は、新型コロナウイルス蔓延で、長期にわたるマスク生活や異常気象、想定以上の災害や地震など、外出もままならない不安な生活を強いられています。私たち高齢者は人生100年と言われていますが、戸惑いを感じています。我が家は90歳に近い主人との2人暮らしです。今は元気ですが、3年前に大腿骨骨折で2ヶ月半入院をしていました時に、私がその介護を帰ってするのに、とっても自分の体力の不安を感じました。そんな時に徳丸体操のお話を聞きまして、早速地域の方に呼びかけて発足しました。私たちのグループは自治会活動や地区福祉員の方もいらっしゃいました。そしてまた夫婦お二人で参加している方もいらっしゃいます。はじめスタート時点では市の支援課の方とかインストラクターの方にご指導していただきまして、自分たちだけで続ける不安はありましたけれども、スタートいたしました。この11月で半年を経過いたしました。会を重ねるごとに福丸体操に集まった時は、それぞれが近況を話し合ったり、和気あいあいの雰囲気でやっています。皆様に参加していただいた感想を聞き合いましたのでお伝えいたします。70歳の方は、この孫の重りをしながら体力不足を感じていましたので参加いたしましたと言われました。で、最近姿勢が良くなったと言われたのがとっても嬉しいとおっしゃっています。また文化デーのラリーで1万歩以上歩けて、自分でもびっくりしたけどとっても嬉しかったと喜びを語っている80歳代の方がいらっしゃいました。また旧庵寺に行くときに、一つ手前のバス停で降りて一駅歩いて、思いがけない自分の行動にびっくりするやら嬉しいやらという報告をしてくださいました。また持病を持っていらっしゃる方が、マイペースで無理なく体操ができてとても喜んでいますとおっしゃってまして、この方は福丸体操の休憩の時間に脳トレを指導してくださいまして、みんなで和気あいあいとしています。またご主人を誘って見えた方は、主人がいつも家で何もしないでぼやっとしているので、この体操のことを知って誘ったら喜んで参加してくださるようになられました。で、今ではもう一番熱心で、もうこの会をとても楽しみにしていると、奥様もとっても喜んでいらっしゃいました。で、私は家で隙間時間というか、トースターでパンを焼いてるちょっとの時間とか、寝る前とかにこの福丸体操で習いましたストレッチ体操をどれかをするように心がけています。また他の方もこういうふうに地域の方が
和やかに集まって共通の話題で楽しくできるのがとても嬉しいとおっしゃってました。で、先ほど男性の方は、福丸体操ではちょっと物足らないので、他のグループにもまた用途が違うところがあったら参加したいと意欲的に語ってらっしゃいました。今では参加している皆さんが福丸体操を楽しみに前向きに生活している様子が伝わってきました。70歳代、80歳代の方々が体力に余裕のあるうちに寝たきりや認知症にならないように健康寿命を延ばして住み慣れた栗葉町で助け合って励まし合いながら楽しい老後を過ごしたいと思っています。継続は力なりと思いを願っています。この会を立ち上げるにあたりまして支援課の方、またインストラクターの方々にご尽力いただきましたことに感謝しています。以上です。ありがとうございました。